アメリカインディアン協会の中心人物、カルロス・モンテスマ・アメリカインディアン協会は、アメリカインディアンの権利団体、ロビー団体。アメリカインディアン協会は、カルロス・モンテスマ博士、チャールズ・イーストマン、トーマス・スローン、チャールズ・ダジネット、ローラ・コーネリアス、アーサー・キャスウェル、パーカー、ジトカラサ、シャーマン・クー・リッジといった、インディアン運動家を発起人とし、 オハイオ州立大学のファイエット・エイ・マッケンジー教授が後見人となって1911年にオハイオ州コロンバスで結成されたインディアン民族発のロビー団体である。マッケンジー教授は自身のクラスに彼らインディアン運動家を講演招待していた白人の学者だった。発起人となったカルロスたちはインディアン寄宿学校で白人の教育を受け、 白人の教養や学位を取得した中流階級のエリートだった。それぞれが白人の文化を先進的なものとして受け入れた上で、インディアンと白人の文化融合を理想とし、白人社会の中でのインディアンの権利について運動を行ってきた個人たちだった。歳の方向性は合衆国議会の中でのロビー活動を主体としており、後の黒人たちによる公民権運動に近かった。 彼らはインディアン民族の伝統衣装や振る舞いに対する白人社会の好期の目を常に浴びてきたため、これに反発して背広やドレスを着、ネクタイを締め、白人の装いをして活動を行った。白人から見て、行儀の良い彼らのロビー活動は白人社会の受けが大変に良かった。サは白人メンバーの参加も認めたが、団体における役員選挙権は認めなかった。 運営資金の一部はカルロスが個人収集したインディアン工芸品を売却して賄われた。1911年18人のインディアンたちによる結成総会がコロンブスデーに合わせオハイオ州コロンバスで行われアンサー・キャスウェル・パーカーが議長に選任された。彼らはこの総会でこの日をインディアンが白人のアメリカを発見した日と決議した。 彼らは、ジムソープなど著名なインディアンアスリートの栄誉をアピールする一方、バックだとか、スコーといったインディアンに対する別称の廃止を要求した。1916年、激しい言動で、炎のようなアパッチと呼ばれたカルロス・モンテスマ博士は、自費出版で、月刊誌、ワッサジャを刊行し始めた。カルロスは、ビアの連邦予算の不正容量を暴き、故郷。 ソルトガー保留地の保留解消を打ち出したビアに対し、ビアはインディアンにとってのバスティーユ老国であるとして、その解体廃止を主張した。さらにこのバスサジャでカルロスはサイの取り組みを批判し始めた。1920年前後に、さらにサイはイデオロギー闘争による分裂を起こした。最大の問題はペヨーテの扱いをめぐるインディアン保留地と、 アメリカ連邦政府の姿勢方針の違いだった。インディアン民族としてのアイディンティティ強化を主張する一部のメンバーたちに対し、ほとんどのメンバーが白人社会への同化を主張した。さらに、全米の保留地でドーズ法の悪影響が顕著になり始めた。ドーズ法は、1887年の施行以来、ここまででインディアン部族から、領土の2、3以上と、彼らの漁業 推利権を奪い取っていった。こうしたインディアン民族の危機の中、ロビー活動にのみ頼った際の取り組みは生ぬるいと、カルロスをはじめとするメンバーから内部批判が相次ぎ始めた。これに対し、大部分のメンバーは合衆国政府に対して強い態度を取ることを拒否した。1922年、教会の中心人物だったカルロスが死去。以後、 サイの影響力は減少し、1930年代に解散となった。合衆国議会でのロビー活動を中心としたインディアンの権利団体としては、大戦中の1944年に結成されたアメリカインディアン国民会議がその後を担っている。サイはコロンブスデーに対抗してアメリカインディアンデーを提唱した団体である。提案者の一人はアーサーシー・パーカー博士だった。 彼は最初のアメリカ人のための記念日を設立するよう、米国ボーイスカウト連盟を3年にわたって説得していた。1915年、カンザス州ローレンスでの際の例年会議で、正式にインディアンをアメリカ市民として認識させる第1段階として、このアメリカインディアンの非構想が承認された。際は毎年5月の第2土曜日を、 アメリカインディアンの人志、シャーマイクーリッ氏によって9月28日に公式に宣言が行われた。この宣言の前年から、レッド・フォックス・ジェームズは、馬で各州を回り、1915年12月14日にホワイトハウスに24の州政府による認定書を提出した。1916年、ニューヨーク州がアメリカインディアンデーを認め、5月の第2土曜日に、 これを宣言した。イリノイ州では1919年にこの日が議員立法された。現在、いくつかの州がコロンブスデーをアメリカ先住民の日と呼んでいる。1990年8月3日、ブッシュ大統領はこの年11月を全米アメリカインディアン伝統継承の月と指定するとの共同決議を承認した。 1994年以来同様の宣言は毎年行われている。サイはインディアンをアメリカ市民として教育するとの抱負から機関紙アメリカインディアンを1913年から1915年まで発行した。この機関紙は1916年からアメリカインディアンマガジンと名称を変更し、1920年まで刊行された。展示て、 インディアンの男、インディアンの女、妻、ワッチャジャはカルロスの本名。ありがとうございます。